言い出しっぺも私で、でもずっと私実はバンドやりたいと思ってたんですよ。でもなんか言い出せなくって、私ずっと音楽やってたんですよ。そのピアノ3歳からやってて、であと吹奏楽部だったんで音楽はずっと好きだったんですけど、バンドはずっとやりたくって、言い出すきっかけがつかめなかったんですけど、でも今言わなきゃ後悔するって急に思い立って、電車の中で生田に LINE してます。どのタイミングで本当に思い立ったんですね。そう、言おうって思って、うん、一番言うこと聞いてくれそうなのがまず生田。音楽好きだし、弟子ですから、音楽好きだし、でやっぱドラムといえば藤井だねってなって、その弟子ですから藤井なら絶対断らないですね。そう、でまず3人決まって、でもやっぱボーカルが一番重要じゃないですか、はい、で3人でね、ボーカル誰にしようかっていう会議が、はいはい、したらもうとんでもない新人が入ったちょっと物が違いますよ。でも先輩3人から言われたら断れないだろうなって思いつつ、もうその日に入れました。はい、でも割とね、前向きな感じだね。私も弟子なんで。誰の弟子なの？少なくとも俺の弟子ではないぞ。最初にこうご連絡は誰から聞いた？確か生田さんでしたね。たっはい、生田さんから。バンド組もうと思ってるけどどうみたいな言われて、あ、そうだ、そうそう、探ったんですよ。絵文字が一個もなかったんですよ。あ、怖い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 、だからなんか、え、これは業務命令だ。裏目に出てんじゃん。ライトにしすぎた。始めた時はもう本当にそのまさに趣味というか、うん、こうのんびり楽しもうっていう感じで始めたので、うん、まさかこんなことになると思って、まさか、はい、モデルブレスさんに取材をしていただくなんて、びっくりしてますよね。本当に、でもあくまで趣味のポジションを大切にしたいんですよ、はい、4人の中で、はい、あくまで趣味でちょっと取り上げていただけたら嬉しいぐらいの感じだよね、はいはい、楽しむ気持ちを忘れないように、はい、自分たちのペースでやりたいなっていうのがあって、間違いないです。だから1曲完成するのめちゃめちゃ時間かかります。めちゃめちゃ時間かかります。私思ったのは、あの生田がめちゃめちゃストイック、あ、仕事に対して、まあ、ストイックなのは分かってましたけど、こんなにベースに対してストイックになるんだっていうぐらい、なんか何回も撮り直しはみんなするんですけど、明らかに一人だけ送ってくるファイルが多いんですよ。なんかもう分かんないね、私たちじゃ、はい、分かんないです。一番ストイックだと思います、はい、うん、いいものを出してミュージシャン、ミュージシャン、いいもの出したいんで。